ここ一番気に入っていて、このテレルアって意外とフッキング悪いんですよ。バスが勢いよくドバーンってできてもフッキングしないってよくあるんですけども、まあ、このスリムに仕上がっていることでフッキングが決まるっていう、そういうとってもよくできた羽根系ルアーだなと思ってます。カチカチ聞こえるでしょ。本当ちょっとしたアクションでこのカチン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 っていうこのボールがね倒れて、でボディがそれに合わせて軽くロールするんですよね。それがものすごい美肌を作り出すんで、まあ完成度の高いルアーですよね。まあトーナメントでもこう羽物ってよく使うんですよ。実際七色ダムの人にやっぱりクリアボタン、ザラ、まあ、あともうここ一発ってあるとやっぱりバームではね、そのサイズアップを狙えないとき、そういったときに羽物とかビッグベイト、まあ、結構トーナメントでも使う一発逆転ルアーの一個なんですけども、まあ、その中でもライングがこれからどんどん試合で活躍してくれるんじゃないかなと。完成度の高さはこれゆっくり巻いてるだけですよ。ここぞっていうところではこうやってちょっとできるだけシェイクアクションというかラインを振ってやってルアーが止まるように移動距離を止める。大体ねこれルアーは大きいんですけど、出てくるときもバスッとバーッと結構勢いよく出てきますから、結構これやって食わないなーって巻き始めようかなってやるとドボンって食ったりすることが多いんですよね。その巻き始めのアクションも立ち上がりがすごくいい。これ巻いてるだけです。ちょっと距離があるから聞こえないと思うんですけど、巻いてるだけでも中のボールがカタ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 と倒されて音が鳴ってるんで、ボディがねボールの振動に合わせてロールしてるんですよ。ゆっくり巻いてもこう美肌のアクションが誰にでもこうできるっていう、これも一つの特徴なんですけど、あれ来てる右のバス違うか、これかこうゆっくり巻いてるだけでも誰でもアクションできるんですけど、まあ、ちょっとこうやって糸振ってやるとこうできるだけ一箇所で動かせるってこういうこともできる、うん、でちょっと強い動きを持ってくると当然クロールをこうしてくれるんですけど、でこれらの一連のアクション止めたりとかクロールのアクションだと普通はこうねファーストのフックにラインが絡まってしまって、エビとかってすごいなりやすいんですよね。ファイブに関してはそういったライントラブルも今まで僕はほとんどなく、まあ、最後までこうアクションを出せる。あとはこう着水の時とかによくひっくり返ってしまってなかなか動かない時とかあるんですけども、それもなくもう着水直後からアクションを開始できる、それもこのルアーの特徴ですよね。